本日司会を務めさせていただきます、私 TBS アナウンサー赤荻歩と TBS アナウンサー皆川玲奈です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回ですね、制作発表の会見の場となっているのはですね、ここ阿佐ヶ谷神明宮というところなんですね、はい、本作では綾瀬はるかさん演じる女性刑事と高橋一生さん演じるサイコパスな殺人鬼の魂が鹿児島の奄美大島に伝わる月と太陽の伝説のように入れ替わるスイッチエンターテインメントなんですね。一方こちらの阿佐ヶ谷神明宮では太陽の神様アマテラス大御神、そして月の神様月読みの御事をお祭りしておりまして、まさに本作の世界観にぴったりということで、はい、制作発表会の場に選ばせていただきました。さてこの作品は究極のスイッチエンターテインメントということでですね、今から舞台上に4人の巫女さんに登場いただきましたけれども、はい、スイッチしてキャストの皆様にご登場いただきます。ご注目です。それではどうぞ。見事にスイッチしました。一瞬でした。あっという間でした、いやもうこれを乗り切っちゃえば今日はもうバッチャクですよ。そうです、大丈夫ですね、はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、このスイッチしたということもそうですが、まあ、皆さんのこのお姿ですよね、お着物ですね。素敵です。さあそういったねお着物の話も含めましていろいろとお話を伺っていきますけれども、はい、江本さんは若い感じということでこの二重回しというお姿、はい、そして綾瀬さんはこの素黄色というですね、蘇る芳しい色、ミステリアスということもあります、ちょっと黒みがかった赤のお、いでたちということになります。ここに月があります。あ、本当ですね、はい、ね、月と太陽というところもありまして、この月があしらわれていますね、そして高橋さんもこのしっくり決めていらっしゃいます、そして北村さんもわしっとシビク、はい、来ていただきまして、もうかっこいい美しいという皆さんにお伝えいただきました。ではまず綾瀬さんから一言と役柄についてご説明お願いいたします。はい、皆さんおはようございます、綾瀬はるかです。今回演じているのは女刑事望月彩子という女性でして、負けん気が強く一生懸命ですが、こう手柄を取りたいがゆえに空回りをしてしまいがちな、鼻息荒い辛く頑張っている、そういう女性刑事です。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて高橋さんお願いします。はい、こんにちは、高橋一生です。この度は日高春人という人間を演じさせていただいております。日高春人は表向きは皆から親しまれている、若き経営者ではありますが、その実裏の顔は連続殺人鬼シリアルキラーでサイコパスな人間を演じさせていただいております。先ほども、制作をしている方々たちからですね、ぴったりだって言えと言われたのでぴったりだと思っております。楽しく現場を過ごさせていただいているので、皆さんに伝わればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて江本さんお願いします。はい、おはようございます、江本佑です。僕はちょっと皆さん事件追っかけたりとか、なんかちょっと魂がこうスイッチしたりとか、ちょっと大変、ね、大変あのな状況になってるんですけど、ちょっとすみません、僕はあのかなり能天気な、綾瀬さん演じる同居人をやらせていただいております。割と自由な、すみませんそう、かなり自由な役でして、まあ僕としては綾瀬さん演じる綾子の、まあ、恋人なのかどうかみたいな、なんか友達以上恋人未満な関係性を築いていて、まあ後半に行くにつれて、まあちょっとずつ事件にも関与していけたらいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして北村さんお願いします。皆さんこんにちは、北村和樹です。今回は川原光雄という、刑事ですね。
まあ昭和の叩き上げといいますか、ドラマを見た方はきっと嫌な刑事に見えると思うんですけども、まあ望月と、綾瀬さんが演じる望月とこう対立関係にあるような感じには見えたりもするんですけどもね、自分では正義感あふれるそういう男だと思って演じてます。また好感度下がるかなと思いながら必死に頑張っております。よろしくお願いします。もし異性に生まれ変わるとしたら何をしてみたいですかということがありまして、まずじゃあ綾瀬さんからお伺いしましょう。異性に生まれ変わるとしたら何をしてみたいか、はい、そうなんです。これ考えてみたんですけど、なんか女性の方がなんかこう柔らかいしいいかなって思ってあんまり女性がいいなと思いました。ということは生まれ変わりたくないっていうことで一生懸命考えてみたんですけど、意外に女性でもできることって共通しているのかなっていう、体の作りかなとはって考えた時に、あ、女性の方がいいかもって思いましたね。じゃああんまり、男性にはなりたくないということですかね。そうですね、はい、わかりました。では高橋さん、高橋さんいかがでしょう。ぜひ綾瀬さんがそのお答えでいいんだったら僕も男性がいいです、もう身に染みて今もう本当思い知っているところなので、ドラマの中で動きから何からっていうこともやっぱりどうしても意識が入ってしまうので、そうするといかにこう綺麗にって、また入れ替わる方が綾瀬さんですからね、また僕はちょっともうどうにか男性に戻れないもんかと、途中でなんとか早めに戻れないかとなんか思って、戻れるのかどうかもわからないんですけれど、お話の中でできる限りを願っておりますね、戻れるように、はい、男性がいいです。男性がいいと、はい、そろそろ違う意見を聞きたいなというところで、江本さん伺いましょうか。僕は今非常に責任をなんか担ってるなっていう感じがしますけれども、女性ですかね。ありがとうございます。でもね、まあ生まれ変わるとしたらですよね、まあ男性の人生やってきてるし、やっぱ女性かな。あと僕だからタッパがあるんで、はい、ね、ちょっと小柄な女性がいいです。ほうほうほう、うん、小柄な女性。あと明らかに着れる服の種類が多いじゃないですか、うん、女性の方が、はい、なんかそういったところとか、あとね、制服ね、制服とか着てみたいですよね。俺何言ってんの。そうですね、いろいろこう引き出し開けてったらなんか制服出てきたよみたいな制服奥の方にあったみたいな感じじゃない。確かにね、制服着たいね。そうそうそう、みんななんかやっぱり学生生活とかしてると皆さんファッション結構楽しまれてるじゃないですか、はい、なんかああいうのっていいなって思いますね、はい、ちなみにどんな制服ですか。掘りますね。まあスカートは短めで俺何言ってんの、だから何を掘り下げようとしてるんですかまあでも種類俺いまいちよく分かってないですけど、ブレザーみたいなのがいいです。はい、江本さんありがとうございます。ありがとうございます。もうここまで男の妄想にねお付き合いいただきましたけれどもじゃあ北村さんいかがでしょう。はいこの流れで、いやいや今聞いててどんな制服かがそんな大事ですかと思って、ええ、いや多分皆さんがこう望んでる答えとかっていうのはきっと、あ、ナンパされてみたいかなとかそういうことなのかもしれませんけど、まあでもそういう女性に生まれ変わるとしたら楽しみたいですね、もう開き直って、うん、で人間観察というか、多分女性になった時に例えば自分の友達でもあれ対応が違うなとかいろんなものが見えてくるんじゃないかなとか、なんかそういう部分を本当に素直に感じてみたいなと思ったりします。はい、女性としての人間観察をしてみたいと。多分普段僕にもきつい子もものすごい甘かったりするかもしれないじゃないですかただどういう女性に変わるかっていうのもすごく問題だと思うんですけども、はい、 ね、はい、そういう部分もぜひ見ていきたいかなっていうか、まあ、もし現実になればですけど、そうですね、はい、周りの方々の対応がどうスイッチするかを見てみたいというそうですね、
ね、綾瀬さんに伺います。今回高橋さんと共演して驚いたことやまた魅力を感じたことなど印象を教えてくださいということです。はい、まず趣味がすごく多くてらっしゃって、うん、そこに対しての探求心もすごくてらっしゃって、ね、物知りですよね。いやそんなにあとそんなつもりが、ね、はい、あとこうサービス精神が終わりでこう常に笑わせようとしてくださってるなっていつも思ってます。そうですか、はい、ありがとうございます。もう楽しんでおります日々、はい、高橋さん多趣味でいらっしゃるんですね。うんうん、どんな趣味がおありなんですか。いっぱいありますよね。あやさんにお見せしたことありますか。あ、でもあの番宣でいろいろロケに行かせてもらうとキャンプの一個火のつけ方だったり、はい、薪の切り方とかいろんなことにお詳しいなっていう、はい、せっかく、まあ、高橋さんの印象も伺いましたので江本さんとそして北村さんの印象もぜひ、ね、伺いたいなと思うんですけれど、はい、江本さん、まあねまあ、世界中でも一緒でしたけど、はい、なんかまあちょっと同世代間年代も近くて、うん、なんかねゆるくてなんだろう親戚みたいな気持ちになりますいつもなんかね、久しぶりになってわーみたいな、そうそうそう、なんかゆるくやっぱり10代の時にあのセカチューで一緒に共演してるからなんていうか親戚感とあとなんかやっぱり役者さんの、まあ、仲間意識みたいなのは結構強くて、うん、だから会うとたまに仕事で一緒になったりすると結構安心します、うん、はい、安心感があります、うん、なんかそして北村さんはいかがでしょうか。でも北村さんも以前ご一緒したことがあるし、あのお父さんってあれなんですけどなんか懐に入ってこうよたれかかりたいみたいな気持ちになりますねなんかそうですね、はい、なんだあといつも褒めてくださったりするので自信がつきます。こううんって悩んでたりすると、はい、北村さん今崩れ変わってました今ねちょっとあのドキドキするとかさいろいろ言ってくれてもいいのになとかね、ええ、はい、ドキドキじゃないですね、はい、お父さん的存在ということで、安心できるということですね、はい、ありがとうございます。物語はサスペンスではありますが、こう男女が入れ替わることでコミカルな部分もあったり、さまざまな謎が物語の要素に加わっていて、本当に究極のスイッチエンターテインメントになってます。日曜夜9時、皆さんご自宅でぜひ見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。